はい、皆さんこんにちは。今回もですね、じゃじゃーん、こちらです。ドン・キホーテで福袋を買ってきました。今までとは違って、まあ今まではでかいものとか、まあ、普通のものしたんですけど、今回はちょっとコンパクトなちっちゃめの福袋です。あと4品入ってるみたいです。ではね、開けていきたいと思います。欲張りメイクセットって書いてます。まあ、またねメイクなんですけど、じゃ早速1つ目、じゃじゃん、こちらです。こちらはブレない濃厚インクアイライナー。アイライナーみたいですね。あんまりアイライナー持ってないから嬉しいです、これ。じゃあ2つ目、よいしょ、じゃじゃん、こちらです。こちらは何だろう。あー、なんか前と同じ、多分前回出した動画に出したのと同じような感じで、コンシーラー的な感じです。気になる化粧崩れに一塗りみたいな。いいですね。やっぱ最近化粧にめちゃくちゃこだわってて、この間も涙袋書いたんですけど、やっぱなんか自分うまくいかなくて、はい、ちょっとショックで3つ目、じゃじゃん、こちらです。こちらはリップみたいですね。しかも限定カラーって書いてるから嬉しいですね。私ね、今ね、リップはね、リップっていうか口紅、まああんま薄いと思うんですけども、なんかめちゃくちゃボロボロの使ってて、なんか同じのを全部なくなってから次に使いたい派なんで、もう結構本当に長くずーっと同じのを使ってます。だから次なくなったら次使うみたいな感じだから、結構今福袋とかで化粧品溜まってます。それを、まあ、使い終わってからって感じですけどはい、最後4つ目です。じゃじゃーん、こちらです。こちらは、ファンデーションみたいです。私が大好きなファンデーションなんかこのファンデーションは今までと違って、多分これ一つだけで買うのが多分高いと思うんですよね。ほら、限定ブラシ付きって書いてます。しかもなんだろう、これなんかいろいろ書いてますね。私はなんかもうほんと安いのとか500円ぐらいの使ってるから、普段こういうの買わないから、なんかめっちゃ嬉しいですねこれ。でも今回も何、この化粧品、まあ、メイクのね福袋だったんですけど、まあ、4つ入ってるし、やっぱ限定のその品、限定の品とかも入ってたから結構嬉しいですね。やっぱメイクの福袋はなんかいいなと思います。自分的にはぜひね、皆さんもまたドン・キホーテに行って買ってみてください。今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。